ニコラズ・バシラ・シビリは、ジョージア・トビリシ出身の男子プロテニス選手。ATP ツアーではシングルスで5勝を挙げている。自己最高位は、シングルス16位。ダブルス148位。身長185センチメートル、体重79キログラム。右利き、バックハンドストロークは、両手打ち。ジョージア国籍の選手で、初の ATP ツアーシングルス優勝者。 ジュニア時代にジュニアグランドスラムに出場したことはない。ITF ジュニアサーキットにおける優勝は G4 テニスエクスプレストーナメントの1大会のみ。2015年全仏オープン男子シングルスで予選を通過しグランドスラム初出場を果たす。1回戦でタナシコキナキスに敗れた。同年のウィンブルドン選手権でバシラシビリは躍進する。1回戦で ファクンドバグニスに勝利し、グランドスラム初勝利を果たすと、2回戦で、過去ン度ウィンブルドンベスト8がある、第15シードのフェリシアーノ・ロペスを7から5、3から6、6から3、2から6、6から4で破るバンクルワセを起こした。3回戦で、第20シードのロベルト・バウティスター・グートに6から7、0から6、1から6で破れた。 7月27日付の世界ランキングで90位となり、ジョージア国籍の選手として、イラクリラバーゼ以来のトップ100入りを果たした。2016年は7月のオーストリアオープンでは、初めて ATP ツアーの決勝に進出した。決勝で、パオロ・ロレンツィに3から6、4から6で敗れ、準優勝となった。10月のエルステバンクオープンでは1回戦で、 世界ランク10位のトマーシュベルディヒを64、67、75で破った。2017年は2月のソフィアオープンでは2回戦で、世界ランク8位のドミニクティームを破るなど、ベスト4進出。翌週のメンフィスオープンではツアーで2度目の決勝進出を果たす。決勝でライアン・ハリソンに1から6、4から6で破れ準優勝となった。 2018年は7月のドイツ国際オープンでは予選から勝ち進みツアーで3度目の決勝進出。決勝で前回優勝者のレオナルド・マイエルに6から4、0から6、7から5で勝利しツアー初優勝を果たした。全米オープンではグランドスラムで初の4回戦進出。チャイナオープンでは決勝で第1シードのフアン・マルティンデル・ポトロに勝利して ツアー2勝目を挙げた。2019年3月には、自身の最高ランキング16位を記録し、ジョージア人選手史上最高ランキングを更新した。2019年は5月のリオンオープンで、ジョーイ・ウィルフリード・ツオンガを下して4強入りするも、準決勝で、フェリックス・をジェアリアシムに敗れた。その後は、早期敗退が続いたが、前年優勝のドイツ国際オープンでは準決勝で、 第2シードのアレクサンダー・ズベレフを破り、決勝に進出。決勝では、アンドレール・ルブレフに7から5、4から6、6から3で勝利して、連覇を果たした。ATP カップに、ジョージア代表のエースとして出場。結果は、ラウンドロビン敗退で終わったが、ウルグアイ戦でのパブロ・クエバスとの対戦中に、クエバスが審判から、ラック・オブ・エフォートにより警告を受け、 クエバス自身その判定に納得がいかず途中棄権をしようとしたが、クエバスの気持ちに同意して棄権しないように説得し、試合が再開した。素晴らしい柱痺りの対応に会場は歓喜した。全豪オープンは2回戦敗退。そこから調子が上がらず、3月のデビスカップでは世界732位のエストニア人選手にストレートで敗れた。 その後は、新型コロナウイルス感染症流行の影響で、ツアーが中断になったが、中断中の5月には元妻への暴力の権威から、逮捕されてしまうこともあった。本人は否認。8月に、ツアーが再開するも、一生もできなかった。2021年年始のアンタルヤオープンでは、トップ100圏外の相手だが、久しぶりの白星を挙げた。その後3連敗を喫するも、 カタールエクソンモービルオープンで復帰戦だったロジャー・フェデラーらを破り、約2年ぶりの決勝進出。決勝では、ロベルト・バーティスター・グートに7から6、6から2で勝利し、ツアー4勝目を挙げた。ミュンヘンオープンでも、決勝まで1セットも落とすことなく優勝。ツアー5勝目を挙げた。1年遅れで開催された東京五輪では母国である、ジョージア代表として出場。 三回戦まで進出し、三回戦では、ドイツのアレクサンダーズベレフに敗れた。W イコール優勝、F イコール準優勝、SF イコールベスト4、QF イコールベスト8、R イコール回戦敗退、RR イコールラウン敗退、Q イコール予選回戦敗退、LQ イコール予選敗退、A イコール大会不参加、P イコール開催延期 WG イコールデビス、 Z イコールデビス地域ゾーン、PO イコールデビス、G イコールオリンピック金メダル、S イコールオリンピック銀メダル、SF、B イコールオリンピック銅メダル、NMS イコールマスターズシリーズから降格、NH イコール開催なし。ありがとうございます。